志ある情熱と行動を示す。タイのバンコクにやってきました。こちらには多くのモータースポーツファンが訪れています。これからですね、 GR のイベントが行われるんですが、森蔵さんも参加します。タイの皆さんにモータースポーツの楽しさを知ってもらうためのイベントに参加した森蔵ドライバー。常夏の国タイですが、気温以上の会場の熱気に驚きました。スタンド笑顔が広がってました。オープンカップですね見る人、やる人、サポートする人、みんなが一体になって、この感覚ってなんか素晴らしいなと思って改めて思いました。私も正直驚いてるし、なんとかこういうね気持ちが続くようにタイトルだ、とかアジアのオペレーションとともにね一緒にやっていきたいなというふうに思ってます。他の世界の国々の皆さんに森蔵さんは見られますか？呼んでくれるべきです。やっぱりこっちも人間ですからね、人間ですからやっぱり喜んでもらえる笑顔の量が多いところ、多いところに足を運びたいなと思いましたので、呼んでくれれば森蔵参上します。今回のタイ訪問ではもう一つ伝えたいことがありました。訪れたのはタイ東北部のブリラム。こんにちは。ルーキーレーシング今年3年目になります。今年のタイのレースになります。なんといってもカーボンニュートラルだと思います。長年、お世話になったこのタイで、トヨタがカーボンニュートラルで示すこと。10時間耐久レースにカーボンニュートラル実現のための選択肢を体現した3つの車両で参戦。特に市販のプリウスでのレース参戦はトヨタとしては初の試みです。86、これは3年前に優勝した時はガソリン車でした。ディーゼルで走ります。32号車水素エンジンです。皆さんの努力によって、さらに実力を上げた水素をタイの皆さんに見せたいと思います。そして今回新たに加わるこのプリウス、なぜハイブリッドか、世の中 BEV と言われていますが、 BEV はインフラがないと走れません。タイの国にはインフラができてません。トヨタとしては移動する人を誰一人取り残したくない、そういう意味ではハイブリッドというものを世の中に優しく伝えたいということを思います。車のスピードは遅いかもしれない、遅いかもしれないけれども、なんとかタスキをつないで、最後までゴールを走らせていただきたいと思います。意思ある情熱と行動を示すための今回のタイムのレースにしたいと思いますので、よろしくどうぞ。ワンチームこの挑戦は観客やタイメディアの関心を集めていました。今回はどうしてカーボンニュートラルの燃料を使ったプリウスハイブリッドを使って参戦されるんでしょうか。カーボンニュートラルって言いますと、なんかファントゥードライブとは違う方向に行っちゃいそうだねというふうに世の中では思われていると思います。ただカーボンニュートラルよりもいろんな選択肢があり、その中でモータースポーツでもしっかりエキサイティングな車っていうのはあるよというのをですね、一周でも多くこのブリラムのインターナショナルサーキットで走る姿を見せることによって、モータースポーツの未来、車社会の未来というものがきっと変わってくるというふうに思いますので、ぜひともそんな思いを皆さん応援いただきたいというふうに思います。プリウスというモデルはタイでは過去において販売されたことがありますけれども、今はありません。将来はタイで新しいプリウスを出す予定はあるんでしょうか。今回のレースの結果によりますね。
ขึ้นอยู่กับว่าแข่งครั้งนี้ได้ที่เท่าไหร่โอเอสิบกระสายขอให้เชียร์ครับจะได้รถ注目ポイントはもう一つ。森蔵さんと共にドライバーとして登場したのはチャロンポカパングループ、通称 CP の課長恩執行役員。 CP はタイでは知らない人はいないと言われる財閥企業で、世界2位の店舗数を持つセブンイレブンの運営や小売り、通信、農業など幅広く事業を展開するコングロマリットです。 CP グループと私どもトヨタ自動車はタイにおけるカーボンニュートラルの実現のために、お互いの得意分野を活用した活動を始めております。プロジェクトの中で何度も何度も、車好きの会話に、なってしまい、それなら一緒にレースに出ようかということで引き受けていただき、今回の実現となっております。 CP とトヨタがタイでのカーボンニュートラル実現に向けて協業をスタートしたのは1年前の2022年12月。今すぐできることを今やろうと、今すぐ CO2 を下げれることを今すぐやろうじゃないかと、この言葉をキーワードに動き出しました。着目したのは水素エネルギー。世界有数の養鶏事業を行う CP グループが養鶏場の糞に含まれるバイオガスを使って水素エネルギーを作ろうというプロジェクトです。ただタイではバイオガスから水素を作り出す設備がありません。そこで今後ですね、タイで水素を作っていくということはお考えですか？ CP グループの皆さんともお話しさせていただきましたし、この年末には簡易的な設備ですけど、その TDEM の場所に置かせていただいて、いろんなチャレンジをまず TDEM でやっていこうということで導入することを決めさせてもらいました。そう言っていい話ですか？多分言っていいんじゃないですかね。まだ発表になってないですよね。いや、いいと思います。いいですか？はい。おお、すごい。秋尾さんがずっとおっしゃっていた今できることを今すぐやろうっていう、これを継承して進化させている、まさにその最中ですね。ということで川崎に来ました。こちら三菱加工機さんがその機械を作っているということなんですね。これですよ、ほら、すごく細かいですね、作りが。ちょうど今日ですね、関係者への説明が行われているんですね。で、あの奥のワイシャツの方見えますか？タイの CP の方も来て説明を受けています。急ピッチで水素製造機を作り上げた三菱加工機さんの元を訪れたのは CP グループと実際に水素製造機を置く TDEM のメンバーたちです。軽油分のバイオガスからどうやって水素できるのか。バイオガスの成分っていうのは CO2 とメタンで構成されてまして、だいたい 60% 前後がメタンガス。メタンガスと水、水蒸気を化学反応させるとメタンプラスの H2O で水素が出てます。水素プラスの CO、 一酸化炭素 99.999% 以上の高純度水素が得られます。レディーフォースタートアップ OK で、スタートアップ、あ、これちょっとジャパニーズ、これチェンジという意味しで、スタートで、これであとはもうジャストウェイティングですね、オートマティカル。水素製造機の設計から完成までかかったのはわずか9ヶ月ほど。よくこの短期間でここまで、まあ正直結構きついですね。ですよね。長年のノウハウがある三菱加工機さんにとっても、はい、この短い納期でこの装置を作るっていうのは挑戦だったんですね。そうですね、最速かもしれないですね。バイオガスのプロジェクトっていうのは今世界中から話来てて、やっぱり単納期でやっていかないといろいろ世界の動きから遅れていくんです。こういった単納期で対応できるっていうところも含めて、まあ、前向きに検討して、まあ、あとはいろんな方々の協力もあったのでこの短期間できてるっていうのはあると思いますね。実際に作ってみていかがですか？いや、大変でしたね。やっぱりそこに行っちゃう。小型ではあるんですけども、大型のプラントと全然変わらないプロセス、このギュッとした中に組み込まれてるので、非常に面白いプラントだと思ってます。敷地内に水素ステーションを設置している三菱加工機ではバイオガスから水素を生産する技術に10年ほど前から取り組んでいるそうです。何年前ぐらいなんですか、その水素を作っていたの？もう昭和、もう1950年代60年代ぐらいからですかね。クリーンエネルギーとしての水素
の需要が非常に高まってきている、さらに今の持っている技術を進化させなきゃいけないなという使命感を持っています。トヨタと一緒に未来に向かって歩いていくことになりましたけれども、はいはい、仲間のこう一員としてですね、どんなお気持ちで。いやもう嬉しい限りでですね、バイオガス水素というのは願ったり叶ったりのお話をいただいたなと思っております。地産地消型のエネルギーとかですね、エネルギー循環という意味からすると非常に効率的なものだというのを我々は捉えているので、こういった機会をより多く作ってですね、さらにこの技術を普及させていきたいなというふうに思ってます。また仲間が増えていきましたね。タイの方々のためにと、今すぐできることを今すぐやるんだっていうことに賛同していただいて、本当にありがたい限りです。水素がどんどんこう先に進んでいる、まさに真っ最中ですけれども、どんな思いでこう日々取り組んでいらっしゃるんですか。多くの選択肢を未来の人に残すんだという意味でやってるわけですけども、その中の一つに水素があって、それでカーボンニュートラルに貢献できるようになれば、いいかなと思ってます。きっと明夫さんから褒め言葉として、また勝手に進めてんだろうって言われますね。そうですね。ありがたく言っていただいてるなと思います。はい、一番答えですそれはちょっとまずかったですね。1ヶ月後、水素製造機はタイへ。いよいよ現地での水素作りにチャレンジです。今バイオガスが装置の中に入っています。果たして水素は無事にできるんでしょうか。早速試験してみると、今圧力上がってますけども、実際にこれがバイオガスからできた水素の流量になりますので、ここで、はい、確実に水素はできているのが分かります。よし、初の地産地消の水素、 FC トラックの燃料として試験的に使われました。初めて動き出しました。お客様の元へ行く瞬間です。いよいよ水素製造機がタイに運ばれたということでティーデムにやってきたんですが、なぜかですね、今日はお休みですけれども、この車食で待ち合わせをしているんですね。以前取材した社員食堂ですが、なんで私社食に呼ばれたんでしょう。เพราะว่าเศษอาหารนะคะที่ใช้ที่กินเหลือในแคนทรีเนี่ยสามารถที่จะนำไปผลิตไฮโดรเจนได้หลังจากที่ทุกท่านทิ้งอาหารที่นี่ใช่ไหมคะเราก็จะมีทีมที่สามารถจัดเก็บอาหารเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใส่ในถังผลิตไบโอแก๊สได้ค่ะก็จุดนี้นะคะเราจะมีการที่จะเหมือนโชว์ว่าเราสามารถเรามีน้ำหนักเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันเท่าไหร่นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเมื่อวันก่อนนะคะที่แคนทีนโอเปเรตเนี่ยจะเหลืออาหารประมาณ215กิโลกรัมค่ะそれだけ無駄にしないようにしてるわけですね。社食の裏側に出ます。お、何かありましたよ。สามารถถังหมักไบโอแก๊สเนี่ยนะคะจะมีความจุที่ประมาณ5กิโลกรัมสำหรับฟู้ดเบสอะค่ะที่ใส่ลงไปประมาณ5กิโลกรัมต่อวันนะคะสำหรับฟู้ดเบสที่ใส่ลงไป5กิโลกรัมต่อวันเนี่ยจะสามารถผลิตไบโอแก๊สได้ 0.35 กิโลกรัมต่อวันค่ะここで作られたバイオガスと CP の養鶏場で採取されたバイオガスが水素の原料となるそうです。水素製造機の元へ向かうと、あれ、そうそう、パーティーパーティー、No one left behind っていう話で、いろんなパワーツリンセット今用意してますので、マレーシアだったり、水道パワーが、あとはビエトナムとかカンボジアですね、インドネシアみたいなパームオイルが有名じゃないですか、そこでバイオディーゼルも開発してるし、皆さんがこうやって来て説明できるようにしてあるんですか。はい、仲間作りも一つの目的です。いろんなことも説明しながら、一緒にやりませんかという、なんか川崎で見た時よりもちょっと違うですね。カバーもついてる。そうです。すごくスタイリッシュになってます。スタイリッシュになってますね。タイ史上初めて地産地消の水素がここでできてるわけですね。できますです。面白いことはですね、はい、チャリンがですね、これつけるんですね。本当だ、ついてる。はい。移動できるってことですか。そうですよ。バイオガスあるところに
持ってきて、そこで地産地消をコンセプトできるように、秋尾さんが今できることをすぐやろうと掛け声をかけて、中島副社長も9ヶ月でやるんだって言って、それでここに今たどり着いていると。かなりスピード速いですね。すごく速い。タイの中では特に安全に関わる法規も、ね、ないんです。タイ政府で、ね、一緒にどうやってこの機械も、ね、設置できるはすごくサポートがもらいましたので、お互いにじゃあ未来のためにタイの国民の幸せためにこういう技術も一緒に開発しましょうと。それは本当我々にとってすごくありがたいです。やればできるっていうみんなが実感できるわけですね。やればやける、チャレンジしましょう。そういうことです。ここで作られた水素が10時間耐久レースで水素エンジンカローラの燃料に使われました。サーキット会場ではカーボンニュートラルの取り組みを紹介するイベント会場も設けられました。入ってみましょうか。トヨタと CP のカーボンニュートラルの取り組みも紹介してありますね。こちらのドローンは水素で動くんですか？はい、その通りです。この度ですね、CP さんと協業の中でこういった実験をさせていくことになりました。 CP で実際に使えるようにっていうものですよね。もちろん農薬散布を前提にですね、もともと作っていたものを少しモディファイして農薬散布のプロトタイプということで飛行実証させていただきました。わずか1年前ですよ、谷上級会長と秋尾さんが会話して始まった協業。正直私も最初半年だっていうことでお話を伺ってできるかどうかわからない中、まずやってみますという気持ちでやりました。水素ドローンは長時間飛べますので、よりですねこの長時間フライトを生かしていろんなことに使える社会にですね貢献できるようなものをもっと作っていきたいと考えています。着実に広がるカーボンニュートラルへの挑戦の輪。レースに参戦していたカーボンニュートラル車両3台も10時間見事に走り切りました。3台ともカーボンニュートラルの車で走ってみて、はい、感想はいかがですか？カーボンニュートラルにおける選択肢を今回は水素とハイブリッドという2つの選択肢を示したと思います。そしてタイの皆さんの熱気と笑顔あふれてました、はい、それはいつも変わらずなので、こういうね行動に対してねタイの方々っていうのは本当に前向きに応援いただけます。やっぱりね応援いただく仲間が増えていくところ、そういうところにやっぱり森蔵はいたいですよね、はい、メディアも含めてその熱を感じましたね、はいはい、やっぱりみんなで未来を作っていこうで頑張ってる人にその応援する、そんな世界ってねぜひ日本でも味わってほしいというふうに思います。 Thank you.